西尾市立佐久小学校は、かつて、愛知県西尾市市市町佐久島影部50番地にあった市立の小学校。2019年4月に西尾市立佐久中学校と統合をされ、義務教育学校の西尾市立佐久島潮祭学校が発足した。三河湾に浮かぶ佐久唯一の小学校だった。全国平地教育研究連盟によって、 壁地学校2級に指定されていた。愛知県で最も壁地等級が重い2級の小学校は、佐東小学校を含めて5校しか存在しない。戦後の1947年7月17日には、新中軍愛知軍西部教育課長のパーカー大尉が、佐久島村の教育を視察している。戦後すぐの1946年の児童数は362人を、 数えたが、その後は減少している。1950年には266人、1960年には187人、1970年には73人、1980年には32人、1990年にも32人、2000年には12人、2010年には20人、2015年には10人となっている。1966年度には、 1> 新1年生が少なかったことから、初めて複式学級が編成された。最盛期に約1500人だった佐久の人口は2018年時点で239人に減っているが、児童数の減少率はそれ以上に著しい。2003年度からは小規模特任校制度を適用して、当該からの通学を認める潮風通学が開始された。 2011年4月1日に一式町が西尾市に編入合併したことで、塩風通学の対象者が西尾市全域に拡大された。2012年度には西尾市本土から西尾市8都線を利用して4人が、2018年度には6人が、佐久小学校に通学している。2004年3月27日には校内にスポーツクラブ作久が完成し、 元プロ野球選手の小松達夫の講演会が行われた。2004年11月29日には、海上自衛隊の総会艇である、佐久島が寄港し、児童と隊員の交流会や、館内見学会が行われた。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。ありがとうございます。